はい、えー、こんにちは、そっかちくの久保です。じゃあ、8回目ですかね、えー、ディファイの方をお送りしましょう。えー、ビットコインを担保にして、ヴィーナスで借りたお金に、さらにお金を稼いでもらうという形なんですけども、今日やる作業っていうのは、パンケーキスワップで流動性を供給するっていうことと、あと収穫したケーキを、複利運用するっていうことになります。まあ、まずはあ、こちらのパンケーキスワップで流動性を供給するを言ってみましょうかね。 パンケーキスワップってのは分散型取引所の一種なんですけども仮想通貨暗号通貨の売買ができるプラットフォームなんですよねバイナンススマートチェーン上に構築されていてプログラムで動いています通貨の交換ができるわけなんですけども交換に使う通貨ってのはユーザーが提供する仕組みになってるんですね例えば私がですねパンケーキスワップに BUSD と BTCB を供給すると あ誰かがこの通貨をトレードするときに私の資金が使われるってことになるんですよね。で、プログラムに資金を提供することを流動性の供給ということなんですよ。で、英語では、まあ、LP って言うんですけども、ディファイではよく出てくるキーワードとなるんで、ちょっとここで覚えておきましょう。また、LP には報酬が与えられる仕組みになってるんで、ここで儲かるってことになりますよね。えー、パンケーキスワップの場合でしたら、手数料の一部とかね、 取引所のトークン。これがね、えー、ケーキって言うんですけども、これが報酬として提供されるわけです。手数料報酬は通貨ペアによって変わるんですが、相場によっては、これだけで年率50%ベースで、えー、報酬が得れることもあるんですよね。えっ、ー、と、リンクの方にね、動画概要欄のリンクに、あの、ン y イフィーツの手数料収入をね、貼り付けておきますんで、こちらの方をご覧ください。えー、さらに、パンケーキスアップでは LP になった際に与えられる証明。 LP トークンっていうんですけどもこれをファームに預けることで追加報酬であるケーキというコインももらえるわけですよねつまりですね流動性を供給するだけで提供するだけでものすごく報酬がもらえるっていうことなんですよしかしですねしかしと言ったらねちょっと残念な報告になりそうですけども加えてですねパンケーキスワップは コードも監視されているために、ハッキング悪用のリスクは比較的小さいと思っていいんじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと残されたリスクってことになります。えー、流動性を提供する方法は、あまあ、こう以上のようなものになりますね。まあ、バイト、BS、BUSD をセットにして流動性を提供して、えー、LP トークンを預け入れするってことになりますけどね。今日はそんなところですかね。 難しかったでしょう。お話したのは3分以下だったんですけども、えー、ちょっとね、言ってる意味がわかんなかったら、ご自身でちょっと調べてくださいね。えー、よろしくお願いします。じゃあ次もねですね、楽しみにしていただきたいんですけども、全部くり抜けたら、あの、全く、あの、お金に対する考え方とか、豊かさってものについて、えー、概念がね、取っ張られると思います。本当にこんな仕組みが出てきて、いいんだろうかっていうぐらいね、まさに先行してる駅の最たるものだと思います。